もともと副専攻で国連外交プログラムを取っていて、プログラムでは特に机の上で勉強をしてどういうことをしているかなどを学んでるんですが、それをもっと実践的に学びたいと思い参加しました。以前参加された先輩がいらっしゃって、その方がすごく学ぶことが多かったっていうふうに教えてくださったのと、指導教員の久木田先生に、私は高校生の頃職業インタビューをさせていただいて、その時から国連職員っていうものに興味を持ったので、その久木田先生が指導してくださるっていうことで、もっといらっしゃってた東ティモールの開発についてであったりとか、現在だけじゃなくてどのように発展してきたのかっていうものを知るのにすごくいい機会だなと思ったので参加させていただきました。この国連外交フィールドワークでは、より学生が主体となって一から組み立てていく形で、東ティモールにある国連機関だったり政府機関にアプローチをして、インタビューをお願いできないかというメールを送るところから始めて、実際に期間中にどれだけインタビューを行ってどれだけの調査ができるかっていうところまでをやるので、大変だったところもあるんですけど、やっぱり一からできるっていうところが楽しかったです。UNDP に調査をしているときに、東ティモールでマングローブの林を植林したという授業があって、その中で想定していたのは外国人の観光客を集めるっていうところを目的にやってたんですが、実際にマングローブの林ができたときには、国内の普段からマングローブを見慣れているような人たちが集まって、国内の観光の産業まで促進されたという部分が、私たちは文献を読んだりしている中では気づくことができなかったので、とても面白かったと思ってます。久木田先生が若者議会の方を集めてくださって、 Zoom でお話をしたんですけど、企業の社会的責任にすごく興味があって、インターネットでよく調べることがあるんですけど、たまに見かける意見として、なんで日本の企業が途上国サプライチェーンの中での人権であったりっていうのを、利益にならないのになんでしないとダメなのかとか、そういうものを配慮して消費者に届くものの価格がなんで上がらないとダメなのかっていうような、極端な意見を見ることがあるんですけど、そういう意見を聞いた上でセッションをすると、やっぱりその途上国の若者っていうのが、私たち日本の若者よりも国を良くしようだったりとか、自分の暮らしを良くしようっていうのを考えてるんだなっていうふうに感じることができて、日本の若者が学べることがないのかなっていうものを今まで以上に調べて考えていきたいなっていうふうに思っています。私はこれからも国連外交プログラムだったりその他のフィールドワークなどに参加して、もっと学びを深めていきたいと思っているんですが、その基礎となる部分となったと思っているので、他にも関学が提供しているプログラムに参加して、より自分の学びを深めていきたいなと思っています。